ラジオ版でございます。はい、ラクサブローとあマジシャンのミスケンタです。ごきげんよう。はい、姫三郎です。はい、ということで今回と次回、うん、続けてですね、今回は大洲のおすすめお店、あかなりこの3人大洲巡ってますんで、そうですね、まあ、私はとりあえずふるさとっていうのもありますし、うん、大津はケーブルテレビでも番組やってたのもあったし、うん、そういうのあるんで、行きたいと思います。なるほど、いいですね、はい、これはもう、はい、まずはやっぱり大津発祥のちゃんぽん、はい、みゆきさんなんですよね本来は。はあ、あんまりそこの時系列がもう一軒あるじゃないですか、沢屋さんはみゆきさんで、お仕事をされてた大将がもうご親戚なんですけど、ほうほうほう、出てご自分のお店をということで。あ、そうなんだ。僕今のみゆきの若大将というかの結婚式も司会してたりするし、で沢屋もよく、あのなんなのね、あのそば飯とまた違うっていう、要はそば入りチャーハンですよね、ほんとね。そば飯って姫の故郷というか、ふるさとの兵庫じゃない発信。ああ、のちょっとドロドロとしたソースの、まあ、そうですかね、なんか、まあ、兵庫っていうか神戸のイメージありますけどね、うん、でも違うんよ、そばをぶった切ってないよね、沢屋さんとかそのみゆきのちゃんぽんって、はい、なんか癖になる感じの、あとあのスパイシーなソースもいいんですよ、多分。そう甘い感じじゃなくてスパイシーなね。そういきなりそれもう大津グルメでもうそのちゃんぽん一番バッターでそれ出します、まあ、それ出しとかないホームランバッターですよそれ本当、ね、あと熱塩さんね、あ熱塩さんのもつ鍋と、うん、あの、大将、はいはい、の男意気というか、うん、あの水害の時にもう本当にもう一番に動いて、うん、自分とこ水に浸かりながらおにぎり握っとった人ですから、うん、いやーすごい人なんですね。そう、熱塩さんもそうだ、熱塩さん最近行ってない、行ってないかも僕も。あと何かあります？まあ、僕はちょっとまあ2回に分けてなんですけど、まあ、一番多分行ってるのは餃子楼。あ、意外、はい、店さんの口から。僕餃子炉大津、あ、要は西予市とかで仕事があってもう帰りしにちょっとどっかで食べて帰りたいなと思ったら餃子炉行くんですよ。餃子炉で餃子だけじゃなくってでしょ。あ、もちろん餃子以外も、あ、だからカレーチャーハンとかあるよね。そカレーチャーありますね。あのメニューが渋いんよね、なんか渋いんですよ、あの感じで、あの本当にあのなんかうなぎみたいななんか筆文字みたいなやつあるじゃないですか。うなぎみたいな字あるじゃないですか。あのでありますね。で、まあ、よく頼むのはムッシュバーロっていう、なんかキクラゲと豚肉と卵で炒めたみたいな。ああ好きやわ。ああ多分ラクさんも絶対好きですね。好き好き好き。で最後、まあ、僕はその1人では行かないですね、 3,4 人での時に行くんで、最後の締めはあのタンメン。あそこ意外と関東系なんですよ。食わせるタンメンがね。食べるのよ、うん、あのすごいタンメンってあんまり四国にないんよ、ね、ないっすね。ちょっとこう薄味で本当に野菜、関東もんやけどね、タンメンって野菜の甘みのちゃんぽんみたいなやつを、あ、まあややこしいけど、そうあれで締めたりとか。餃子炉好きっすね。まあ、あの店主がすごい個性的な方でめちゃくちゃ話しかけてくるんですけど、ああのお話の好きな方で、そうね、ほんとね、麻婆豆腐辛い？辛くない？でも辛くなかったら麻婆豆腐じゃないですからね。本当にね、もう本当に辛くないとかなんてすごい喋ってくるなって思うんですけど、いやいやいやでもあれが癖になってくるというか、もう後輩とかとあれあそこちょっと餃子炉行きたい、餃子炉行きたいって言っちゃうかも。姫は、僕はマクドナルドですね。うん、あれインター降りてすぐあるところ。なるほど、じゃあ、1位はそれで2位から聞かせてください。フィレオフィッシュ。あ、違うメニューじゃない、メニューじゃない、メニューじゃないマック以外のよ。マクド以外やったら、うん、あ、そう、ちょっと、あ、今ないんか。うん、なんやろ、いきなりステーキですね。もうええから、だからよ、文脈で分かんだろ。いきなりステーキないな、ないし、まあ、リアルに言うと、アジトとか、つけ麺とかラーメン。ああ、これは、行ったことあるかな。いや、ないと思います。ないと思います。結構ガツン
とした非常に都会的なラーメン屋さんだよね。そうなんですよ、これはね、お盆にね、こう乗ってるんですけどね、なんか箱庭みたいな感じで、ね、ああ、わかるわかるわかる、まあね、あ、そんなのもで、あのチャーシューとかも鶏の、あの低温調理のやつとか、そのすっごいこだわってて、そうなんですよ、本当全てがこだわってて、まあ、なおかつちゃんと味も美味しいっていう、うん、ちょっとガツンというのが好きな人はもうたまらへんなって、ね、まあ、つけ麺僕好きなんで、うん、でやっぱあそこアジトさんですね、アジトも行きてえな、麺で言うとやっぱりあの老舗の白石ね、ああ僕もちょっとそれ言おうかなと思って、白石さんとか手打ちじゃなくて手延べ、そう手延べうどんってすごいこう伸ばして、今これラジオ版なんで全然動きあるんですけど、だからちょっとこう太さが若干違ってたりする、うん、あの出汁がもう、ね、まあ、白石はね僕らが言う、はい、語るまでもないんですけど、あそこのあのやっぱ手延べって多分知らない方だと、え伸ばしだけでしょって思うかもしれないけど、あのベロとか唇の当たり方が丸いんですよね、そう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 、うどんって角がないから、ね、切ったら角があるけど、そう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 伸ばしていくから丸くて、まああの麺は地元の人は亀屋さんも好きやし、うん、あと水郷やった、あ水郷さん、うん、水郷さんとかいろいろあのファンの方はいらっしゃると思います、うん、あのなんとか食若宮食堂、はいはいはい、あのボーリングのピンが立ってるとこ、ね、そうですね、あそこもよく見るけど、いやでもやっぱ白石さんで思い出しましたけど、やっぱ中華そば系だとやっぱいなり寿司、ああ合わせて合わせないといけないですね、うん、あの楽さんの食べ方のあのかじってすするやつ、ね、ラーメンって言ったら福ちゃん、あ福ちゃん、そう福ちゃん、大寿司なんか容器あるな、これ語りきれるな、いや、やばいですよ、やばいですよ、とんでもないです、福ちゃんのぬるいラーメンがまたこれがないですよ、これでも生まれも育ちも大寿司のメンバーがこれ聞きよったら、うん、まだまだこれも出てないあれも出てないって多分おっしゃると思います、そうですね、ちょっとあの人のチャンネルのサムネ見ながら喋ります、もうあれ、まあ、大概回ってるでしょマジで、豆三郎、はい、そうですね、大抵あれですね、うん、まあ、僕ぐらいじゃないですか、あの生まれも育ちも大津です、うん、って言ってないお店出した、ほんとだね、あっちついたん、あそうか、ええでもえあれかい、あの生まれも育ちも大津ですで出てないお店なの、アジトって出てない、いやじゃない、マクドナルドです、ああそうなんだ出るか、出る、出ないよまあ地味にあの会いたいのはソフトクリームとかあのジェラートが僕好きなんで、あ、はい、僕はそこ行くたびに毎回食べたいなと思ってるんですけども、まあ我慢してるって感じですね、なんで楽さんと一緒におるときはなんでやそうそう食べろあの時間かかるんでまあね、ジェラート食ってるんでちょっと出発できませんって楽さんに言えるかって言われたら、はい、俺もそれ言ってたら止めるもんわあジェラート行くの座ってくんだろそれっていうね、もう毎回あそこのジェラート食いたいなと思ってます、あこれ絶対次楽さんと言ったら、はい、楽さんがちょっとジェラート買ってきてな相手のやつ手がありますね僕は、そうそうそう、あとねこの前あの初めてある方に連れて行ってもらったんですけど年末に、JR の大津駅の近くの鳥助っていう焼き鳥屋さんが、うん、5時開店でもう7時ぐらいにはのれんしまうっていう、なんですかもうこれはさぬきうどんみたいな、いやすごい店があるんですよ、そ焼き鳥もうカウンターだけでいっぱいになる、めっちゃあのタレがあっさりしててうまい、うわそれもう、あの別に撮影 NG じゃないんで、うん、その日もねあの YouTube 撮影していいですよってその主催者の人に言われたんですけど、うん、まあ俺一人やったんで、ああなるほどね、いけるじゃないですか、ここ立ってかけて突っ立ててこうみたいな、それが YouTube ですよ、それはいやね、まあでもいやめちゃくちゃ気になりますよ、ね、今度じゃあ3人でぜひ、やっぱ2時間で終わるってことで、そういうバキバキにめちゃくちゃ高級な、いや全然普通の金額なんやけど、もう本当に会社がやめるんじゃないですか、ああもうかなわまでみたいな、かなわみたいな一人でやってるし、ああいやいいっすね、うん、そうだな最近だからその市をまたいで夜お店行くことがちょっと昔より回数が減っちゃってるかもしんない、まあねこれ本当、うん、今オミクロンがどうなるか分かりませんけどもこの先、うん、行けるようになったらまたあれなんですけど、ね、あそうそうそう、うん、たこ焼きのリサータ、うわあそれリサータ何倍やったあれ数字、リサータ56ぐらいでしたっけ、いや違う違う違う20何歩とか違う違う78あれ78、まあなんか数字が2つ、ここられるんですか、2桁、いやでもあそこうまいですよねリサータね、いやあそこのたこ焼きは、うん、あの
キャベツが入ってないやつ。そう、ちょっと大阪っぽさ、大阪っぽい、もともと大阪でねこう勉強してっていうか、もともと芸人志望ですから、あのマスター、らしいですよね、あのイケメンな。で今サムネに上がってる画像は、はい、そのリサータで、ロシアンルーレットたこ焼きを食べて、うん、もがき苦しんでいる姫三郎のとんでもないこと、画像がとんでもないことしてんじゃん、はい、本当にあのやってみてください、人間がもう終わったみたいな感じのあの笑顔と真逆の今画像が流れてると思いますけど、これはその顔だったわけだ。そう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 、ひどいですよね。ひどいんだ。いやもう俺まだ当たったことないんですよ、あれ。何回3回ぐらい参加したことあるんやけど、うん、姫が当たって、あと噺家さんが当たって、あとどれやったのかな。な、何系のヤバさなんですか。わさび、からし、唐辛子のもうハバネロみたいな。あーばー、そっちか。ハバネロよりも辛いやつをこうやってる。はいはいはい。あー、それはでもただ普通のたこ焼きはめっちゃくそうまいです、ね、めちゃくちゃうまいです。あれで、うん、あの炭酸系のシュワシュワした酒なんかかっくらったらもう、あー、たこ焼きに来ますか。たこ焼きだけ大津にね。ねー、そう、確かにね。ああでもね、大津広くなったんで、合併で肱川から、はいはい、そうか、うちの親父のふるさと川辺からなのが、え、川辺も大津じゃない。大津市よ、昔は川辺村です。へえ、知らなかった。なんかたこ焼きだけでもかっぱたこ焼きがあったり、うん、いろいろあるやん。あの峠のところの大津だったっけ、うん、はい、あ、そうそうそう、あるんですけど、うん、まああの時間もあれなんで、うん、なんで大津のことをこんなに言ってるかというと、うん、今度私が寺子屋の塾長として大津内子の未来を考えるという、うん、あのサムネのこの姫三郎のひどい顔の横に出てると思うんですけども、うん、まあ、大津青年会議所の皆さんが主催をしていただいてですね、あのオミクロン株とかコロナが広がってもあの全部あのオンラインでやりますので、うん、20歳から40歳までの人を、まあ、今回は青年会議所主催ということでその年齢にしてるんですけど、あの大津と内子のこのあの地区の未来を考えようという寺子屋みたいなことをやりますんで、皆さんぜひ、参加費なんかめちゃめちゃ安いんで、うん、参加していただきたいなと思っております。あなたたち2人はもう強制参加ですから、ね、どういう状況、どういう、まあまあまあ、そうね、今知ったんだこれ、本当に今知ったよ、はい、ああそうか、はい、だから大津だったんだ。そうです。だからか。だから次回は内子なんです。なるほど。はい。ああ、楽しみだそれは。というわけでラジオ版、はい、以上でございます。はい。今回は。よろしく、お疲れ様です。